コアブレイズが提案した代替エネルギーということですが、その力の源は凝縮された宇宙エネルギー、つまり世界が持つ力、霊力です。世界を丸ごと飲み込むほどの巨大なエネルギーのうねりも作ることができるでしょう。はい。そして今、2102年の六本木でコアブレイズが暴走しています。希望にみんなの願いを。
アッシュレイに会える。私は君もアッシュレイも止めることができなかった。歴史はまた予定通りの未来へと流れるだろう。そうか、君が真の鍵だったのかもしれないな。けれどもう遅い。これで世界は滅びる。まだ間に合うわ、ルナス。ああ、アッシュレイ、そこにいたんだね。ルナス、会いたかった。私の名はアシュレイ。アーシア、ルナスと共にジパングの守護者だったもの。アカシアクロニクルに記載されていたこととはいえ、ジパングの崩壊を加速させ放置したのは間違いなく私たちの失策です。ジパングを守るべき私たちがジパングを崩壊へと導くの。これ以上の過ちはありません。ジパングを守り抜きます。ルナス、一緒に行こう。そして彼女には私のこの力を。あなたはまだ命耐えるべきではありません。マルマールの体温が戻ってきている。不老不死の力は肉体を操る力。これで少女は回復しました。リーダー、妹さんを連れて急いでここを離れてください。ここは危険です。もうすぐアシュレイ、アーシア、最後まで私を信じて手を貸してくれてありがとう。そしてあなたにきちんと説明できず申し訳ありませんでした。数えきれない場合の数のうち、たった一つの可能性に全てをかけていたので、前もって話すことができませんでした。あなたにはいくら感謝してもしきれません。これから私はジパングを消滅させる高エネルギー体を私の体内に封印するつもりです。私の封印は失敗するでしょう。エネルギーに飲み込まれて制御力を失い、世界を破壊することになります。それはこの世界が決められた定め。どんなに抗っても避けられない結末です。ですが、破滅のエネルギーを創造のエネルギーに変換することさえできれば、アカシアクロニクルから解放されると同時に、ジパングは真の自由な世界に復活することができるでしょう。あなたは破滅の力を創造の力に変えられる鍵。あなたの手で私を止めてください。アシュレイがエネルギーのうねりを体内に封印しました。そして最後の敵が現れました。これで最終段階に差し掛かりました。ジパングを飲み込む巨大なうねり、次元を襲う高エネルギー体、それを封印したアシュレイ、天使。
アウフヘーベンを阻止するのです。ええ、それがあなたの鍵の役目です。
世界が崩壊している。今すぐ脱出を。私のことが見えるか。うん、見えてはいないけど感じることはできるわ。とても鮮明に。私は君のことを諦めることができなかった。大丈夫よ、ルナス。知っているわ。もう大丈夫だから。私たちはこのまま消えるのか。新しい世界でまた一緒になるの。このジパングのことをお伝えしましょう。あのあとアウフヘーベンの討伐により、うねりと呼ばれていた高エネルギー体の発生は阻止され、ジパングの崩壊は免れました。ア
シュレイがフシの体に取り込んだ消滅の力は、あなたという鍵により、創造の力に変わり、新しい世界の土台を築きました。そして、あなたに助けられ改心したデュナス。生命の意志は、アウフヘーベンによって衰えた生命の力を集めて、世界を復活させました。ジパングは、生まれ変わったのです。何より大きな変化は、あなたがジパングの歴史に大きく関与したことで、アカシアクロニクルそのものが消滅し、ジパングがその呪縛から解放されたことです。ありがとうございました。これから先のジパングがどうなるかは私にもわかりませんけれど、それは確実にジパングの民自身の手によって作り上げられていくことでしょう。私はアシュレイとデュナスの意志を引き継ぎ、最後の守護者として生まれ変わったジパングをこれからも守り続けるつもりです。